結構、そうね、なんでなんだと思う？私すっごいインスタバグるんだよ、毎回だよ、結構。本当にさ、困っちゃうよ。あやのちゃんありがとう。いや、多分毎結構バグってんだけど、すぐ消すから、多分もはやバグったって思ったら、もうすぐ消す。こんばんは。インスタとの相性が、なんかさ、何なんだろうね、本当に。なんでアプリ一回直したの？本当に？レンレンありがとう。めっちゃバグる、めっちゃバグる。ストーリーはバグんないんだよ、投稿がバグる。同じ写真が何枚も。いや、投稿できるんだけど、なんか同じのがいっぱいになるんだよ。最悪でしょ？困るよね、本当に。卒コレの時と一緒だよ。今日も来てありがとう。ありえなくない？マジで。ガチありえない。ガチありえないよ。あ、お塩ちゃんありがとう。おこだよ、おこ、普通に。ありえないよ。わ かんない、要領なのかな、おかしい。山ちゃん、結婚してよろしく。洋服、あ、そう、待って、今日ね、洋服着たよ、コラボの洋服。全然見えてないけど 全然見えてないけど、明日は早い、そう、明日は早起き。なんか結構メンバーからも言われたけど、思ったよりピンクがあれで見てるよりかは大人っぽい感じだから着やすそうって言ってくれた。でもそうじゃない？結構多分インスタとかで見ると、インスタというインスタじゃない、インスタばっか話してたから、インスタって言ってた、インスタじゃなくて、結構ポストの写真とか見てたら、結構ピンクだーって思うじゃないですか。だけどそうでもない、片透けてるよ、ここレース撮ったよ、写真。白の方はちょっとね、今日持っていこうと思ったんだけど、荷物が増えちゃうし、汚れたら嫌だなと思って、そう、白のは取ってないんだけど、これはね、取ったから載せるね。で、なんかあんこちゃんがいたから、今日結構メンバー、あ、言うてか、さらつんもコラボの服着てて、で、はなちゃんとしょうこもパーカーを持ってきてて撮ってたんだけど、そのアンナとかが来たらどうなるかみたいなのを言ってて、で、私のやつをあんこちゃんに合わせたんだよ。だから、低めの子で、あんこちゃんの場合はヒールというか、普通にスニーカーでも別に大丈夫だけど、ヒールとか履いてたらより長いなって感じるのが、全然いけるって言ってた、あんこちゃん言ってました。あとは逆に身長が高いマネージャーさんもいたんだけど、ちょっと来ちゃって、なんか私がもう だから どうなるか分かんないけど、でも全然いける気がする。そう、でも全然見えない、この配信で何も見えないじゃん。そう、めっちゃなんかこれに白いコート着たらめっちゃね、可愛かった。そう、着てみる？コートとか。見せたいんだよ。マジ変。マジ見えない。
普通に、あ、でも写真撮ったのはこれだけで、そうコートとかと合わせてないんだけど、普通に、なんだろう、外で着るとき、コート持ってくる？そこにあるけど、ショート丈のコート、待ってね。インスタライブはちょっと本当に無理。そもそもね、何が無理かって、置けないんだよ携帯が、マジで縦にならないの、のなんていうのあれが無理なんだよね。これコート着た方がいいの、普通にコートを着て、よし、はあ、怖い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 、これ見える、でもコートなんか伝えようとしても伝わらない、マジで画角がおかしくてさ、ちょもちょ離れてもらっていいかな、携帯ちょっと離れて、どういう状況だから、コートを着たらこうね、こうだよ、こう見える、いや、リサのあんま顔見えん方が、見えん方が分かりやすい、こうこんなこんな感じ、え、分かるね、ありがとう、嬉しい、そう言ってくれて、こんな感じだよ伝わってたら嬉しい。でもね、全身がなんかちゃんとうまく撮れなくって、室内で撮ったから、そこが問題ですね。うん、このコートなんかね、韓国のなんかブランド、ネット、そう、でも見やす、分かりやすいかも、この方が、そう、リサが、リサがもう常にこうの方が可愛いんだよ、分かりやすい、こうなってるよ、見える、そう可愛い、めっちゃ、そう紫に近い、あ、確かに、なんだろうね、確かにくすみピンクっぽい。あとね、ポイントはね、ここがポイント、ここ、このここがなんか画角ウケるくない？なんかなんだろう、そのワンピースでもなんかこうあれに見えないようにキュッて、そう、細く見えるのがいいなって思って、じわるやめて、そうだからこうしました。そう、そう、分かりやすい、嬉しい、優しいね。そう、今日はさ、こう2つにしたからさ、甘めで、なんかこっちの色は結構甘め系、白よりか甘めだから、そうだから次白の時は下ろして、なんかピンとかにしたいなって思う、写真撮る時ね、って感じですねよかったよかった。ちょうどおととい、いや昨日だっけな、あれいつだっけに、届いて、そうやっとよかったと思って、やっとみんなに言えると思って、そうなの。でも雰囲気が結構違くって、なんか白の方は本当に大人、なんかなんだろう、こうガーリーな感じっていうよりかはちょっと大人っぽい感じが増す感じで、で、そうって感じでしたね。嬉しい、伝わってる？あ、似合ってる？よかった。嬉しい。嬉しい。そう、なんか寒い子みたいになってる。寒い子みたいになっちゃった。こんばんは。そう、でもなんか結構メンバーもあんまりさ、そのガーリーなのが好きって子があんまりいないんだよね。なんかだからどっちかっていうとやっぱ白の方がメンバー的には。でも今日はなちゃんが、そう、思ったより着やすい系の色だったって言ってくれた。なんかもっとピンクに見えたっけ、全然違った。似合ってる？嬉しい。アイリー、ありがとう。今日は嬉しかったよ、来てくれて。今日初めてのね、方いっぱいいたんだよ。私会の時。マジマジ。
あ、りょうたありがとう、プレゼントタワー。そうだ、初めてのね方がいてね、え、初めてみたいな。みおちゃんだ、みおありがとね、今日来てくれて嬉しかったよ、ほんとなんか久しぶりに会った気がした。だってそうだよね、前回の対面伝言だった気がする。お、確かありがとう、ありがとう、こちらこそ。え、マジですね、初めての方が多くて、え、そうだから来る方来る方、え、はじめましてだ、はじめましてめっちゃはじめましてだった。そう、すごい、マジはじめましてでした。とってもすごい、コート着たまま状態。え、そうなの、なんかもちろんあの本当にあの結構いつも来てくださる方もいらっしゃったんだけど、え、マジでなんか久しぶりの方が多すぎ、久しぶりの方もいたんだけど、そう、かなた、ありがとう、9月ぶりか、やばいよね、だって久しぶりだったもん。そうで、マジでもうガチ久しぶりの方がいてね、なんかもうなんかもう、えー、みたいな、なんかびっくり、なんかだからもう何してたの何してたの状態、マジでやばかった、びっくりしちゃった。ざまちゃんありがとう、みおありがとう、みおに、え、本当にやばかったの、なんかマジで。で、思ったよりそう長かったというか、ゆとりがあってお話してきたんだけど、でもめっちゃ近かったよね。リサちゃんもありがとうね、来てくれて本当に。みんなそう、朝一部だったからさ、めっちゃ早起きだったじゃん、みんなも。そう、バレてる、気になる。え、そう、なんか初めての方が多かったから、なんかそのアイドルさんを推すのが初めてなのか、本当にイコラブが初めてなのかっていつも気になって、でも大体あの本当に初めて、もうあのアイドルを推すことが初めてって方が多くて、で本当にもうびっくり、なんかそんなあれや、しかも初めてだと緊張、これのもう初めてでこれは一番緊張するよねって感じだった。そう、マジで、だって普通に緊張するじゃん普段でも、なのにって感じだったよ。あえて初めてを捨てるの、りょうたも、いやだからさ嬉しい、なんか初めてのさ、そう、方がねいらっしゃって、え、そう、そうだよ、今日はね女の子多かったよ、女の子多いねって言われたもん、いろんな方に。えー、ありがとうね、愛ちゃんも。そう、マジでマジでって言っちゃう。え、そう、本当にだからそうびっくり、今日しかも女の子もなんか初めての方が多くてびっくり、無理だよ本当に、まさか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 、初めての方多めでしたね、とっても。え、そう、まさかまさかだった。そう、昨日の、え、結局寝てないの、寝るって、ね、なんかそう夜勤明けのね方もいらっしゃって、もう一番眠い時間じゃん、だからさ本当にあのもう寝てねって言ったそうね、多かった今日女の子率。そう、高かったね、結構さ、いつもどっちか、まあ、どっちかというとというか、なんか本当に半分ぐらいの、半分半分ぐらいなんだけど、あ、そうなの、あら、はやと、ありがとう、インスタ見てくれて、はやち、そう、だから嬉しかったよ。そう、なんかさ、あの今日しのぶさんもいらっしゃったんですね、あの衣装さんのね、
デザインとかしてくださる、そう、その方も、その方じゃない、しのぶさんもね、結構ずっとお渡し会の時とかずっといらっしゃったんだけど、なんかその私のなんか話しかけてもいいみたいな感じだったんですよね、今日確かしのぶさんにね。だからなんか話しかけてる方がいたらリサとそれ書いて、本当にかわいい、そうそうなの、なんかそしたら言ってたよ、なんかリサちゃんのファンの方本当になんかリサちゃんに似てるって言ってたんですよ。似てるらしいよ私たち友達みたいな、似てるらしいよ、そう出てました。ミオにかけたよね、コート脱いだ方がいい、ミオどっちが好き、すごい、なんかメリークリスマスでこれあれじゃない、昨日も現れたやつだよね確か、かゆかなねえ、そう本当にだからね、みんな来てて、はい、そうなんだよ、やばくない、はい、みよりょうた待ってて、てかりょうた毎回さあれだよね、くれるよね、ありがとう、いるよりょうた今日も、ちょっと見える、はい、こっちの方がいい、こっちがいいか、え、こっちがいいか、はい、みよ今日のお渡し会ありがとう、今日も大好き、ありがとう、本当にさマジで、だから会うのは、会うというかあれなのはサツコレぶりだったよね、ありがとう本当に来てくれて、サツコレの時も今日もね久しぶりに話せて嬉しかったよ、いつもありがとうね、今日もなんかショールーム、こっちかな、今日もなんか、今日もじゃない、なんかおかしい、私、なんか C いらないっけ、漢字違う、なんか違う、待って、ねえ待って、ちょっと落ち着いて、なんか違う、何が違うんだろう、ねえ誰か教えて、なんか違う、なんか違うね、やばいんだけど、なんかさあれさ漢字もう一回やり直した方がいいかも、なんかマジでわかんないんだよ、やばくない、ねえみよ待って、なんかもう一回書くから、理解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 、これなんか複雑だよね、はい合ってる、これ線がよかった、よしくしょ、そう見たよ今日もポストというかポストか、そう見たよ、そう最近ショールーム行けてないから今日やってたら行くって言ってくれてた、確かに最近そうミオいないなって思ってたんだよ、そしたら今日来てくれてありがとう、遅いのに時間、はい、そうだよ見てたよありがとう、今日もありがとう会いに来てくれて、朝ほんと朝早いのに、早かったのにありがとう、今日もキラキラだったね、そうみんなねキラキラだった、今日ねほんとねもうみんなキラキラだった、もう何がっていうかもう全部もう全部キラキラ、もうミオの目の下のラメも可愛かった、ちゃんとねりさ細かいとこまで見てんだよみんなのこと、だからね髪染めたとかもね、マジ一発そう一発だった、ありがとうミオ、また話そうね、ありがとういつも来てくれて、
今日もありがとう。お気に入りのページも教えてね。ありがとう。そう、見てるよめっちゃ。もうね、なんだろう、ポストはもちろんだけど、そのあのネイルとか、わかる、ぶち塗りしか勝たんよね。ラメわかる、ぶち塗りよね。そうだからもうね、そうやばかった、もうもうめっちゃ見てる、マジで見てるよ。そう、気づいてくれたら嬉しい。そうしたらめっちゃもうみんな、もう美容院とかもめっちゃ綺麗で、本当にありがとう、本当にありがとう、ありがとう。また早く話そうね。ありがとう。明日のオンライン緊張？なんで？逆に？逆に緊張？逆に緊張パターンですか？りょうた、りょうたに、りょうただよね。明日朝から話しか、よろしくよろしくね。ありがとう朝から。前髪の毛かわいい？髪型、そうだよ本当に。こういうこと初だから緊張ドキドキ。初めてだと緊張するよね。めっちゃ観察してるな。そうしてるよ。そう、遅刻してないよ全然。でさ、もうちょっと早く始めようと思ってたのにさ、マジでインスタもうバグったりさしてさ、ほんとやめてほしいよね。嬉しかったね、はなちゃんも来てくれてありがとう。本当に嬉しかった。いっぱいみんなからピンクの衣装本当に似合ってるって言ってくれて嬉しかった。本当ありがとう。今遅刻してます。え、なになに、え、お仕事ってこと？そう、自分の前髪ストレッチに変えたの。マジ本当？いいやんね、よかった。黒が似合うよね。衣装キラキラだよ。あ、え、お仕事に遅刻してんの？大丈夫？怒られない？今日も京都で頑張ってるの偉いね、こんな遅いのにさ。りょうくんもありがとう。あ、宇佐田さんありがとうね。でも衣装めっちゃ可愛いねってね言われたよ。いっぱい職場のお友達に何したいよしてくれてねえ。職場の友達、職場の友達何してるの？職場の友達に聞いたの、りょうた。うん、そう、ピンクの衣装本当に可愛いです。マジで可愛い、本当に可愛い。はいよね、キラキラなんだよ。もうあんなに近くで見てもらえるのってさ、なんかあんまないじゃん本当に。なんかさ、しかもシングルの衣装じゃないからさ、近くでこうあれじゃないんだね。合うよね。今日マジで悩んだんだよ髪型何にするか、結構ガチで。りさちゃん明日よろしい、待ってて、待ってるね、ありがとう。そうなんだよ、うん、褒めを伝えてね、嬉しい、伝えてくれてありがとう。そう、いやー絶対ついて、あ、本当に？いやマジでね。でもそう、飾りが2つだったから、何にしようかなって思って、そう、なんか候補的には、でも候補でもそう、この2つか、ハーフツインにしようとしてた。24の話し会に契約会に、え、来てくれるの？え、初めてだよね、りょうたと直接話すの多分。え、だよね、来てくれるの24日。
来週話し会楽しみ、ありがとう。そう嬉しい、正解だった。なんか結構やってるからさ、なんか別のやつがあの見たいのかなとか思ったんだよ。なんか結構みんな的にもあの衣装本の中でもやってるし、あの6周年もやったしみたいな。そうなので、サツコレの時はなんかストレートみたいなのして、そうなの。でもちょっと私の衣装が首ら辺がこう詰まってる系だから、個人的には何かしらこう上げたりした方がいいなって思ってて、そう結果これになりましたね。そう、まあ衣装さんと相談して、あのでもすっきりした方がいいんじゃないみたいなのって、そう今に至りました。でもマジで悩んでたよ。でもそのなんだろう、ハーフツインとかにしたとしてもあれだったんだよね、周年ではやってた、どっちにしてもねやってたんだけど、やってたけどちょっと2つの飾りだと何にしよっかなってなってって感じ。てつたありがとう、めちゃくちゃ可愛かったでしたって、ありがとう。あいり優しいね、みおは優しいね。リサ身長低い？あ嘘、本当？あでも今日座ってたよあれ。そう話し会で会話詰まって、話しかけるよリサ。ズッキーありがとう。また見たい？見せたいよリサも。本当マジ可愛いから、マジで可愛いから。いっぱい見てほしいよ、心からそう思ってるよ。心からね。はい、距離近かった、マジで近かった。うんうん、そう座ってた。あやちゃんありがとうね、ツリー。あやちゃん待ってて、絶対この後書くからいてね。あやばい焦る、いけるいける。はい、ではこっちが、あこっちがいいか。はい、りょうたちょっと遅くなった。24日会えるの、会える、お仕事、あてか今遅刻してるのか。りょうたそんな暇ないのかな、見てる？ね、見てる？今からお仕事頑張ってね。いつもありがとう。なんかほんと見てるね。気をつけてね。なんか遅刻するときってさ、マジこけたりさ、なんかやばいじゃん、ほんとに。こけたりするから、前見てね。前と後ろ、横、全方向。全方向見てね。みおありがとうね、プレゼント。いやほんとだよ、こけたら大事だから。でも今焦ってるんじゃない？だって今コメントないよねえ。かもう行っちゃった、お仕事行ったのかな。あらいた。もう遅刻なったからもうやめたの、ほんとやめたの。ね、もう1時間もらえたらそりゃ遅刻するやろ、夜だったらさ。りょうた、ね、24日会えるの、会える、じゃあ会えたらさ言ってね、名前絶対。そしたら本当に絶対もう分かるから伝えてね。ありがとうりょうた、気をつけて行ってね、お仕事遅くまで。そこまでじゃないか、今から頑張ってね、マジで応援してるよ、いつも。生きようね、スクショ。うん、ありがとうりょうた、
とりあえず気をつけていって、お仕事は。いつも来てくれてありがとうね。メリークリスマスって感じ。どういう感じ？ありがとう。てかずっとコート着てるね。脱ぐ、そろそろ。てかもう終わるのか。今日キャラ耐えてる時死ぬって言ったよね。あ、言ったかも。あのマネージャーさんに言ったのかな。え、ちょっと間違えた、マジ死ぬ。でもね、口癖なんよ。ダメだよね、そう言っちゃ。ダメだよね、そのこと言っちゃ。よくないよくない。なんかでも待って、それなんか名前で調べてたら、あのなんか言ってましたよ、ファンの方が。リサちゃん、そう、入っていくときになんか死ぬって言ってた。やだ、恥ずかしい。時間ないよ。はい、りょうたありがとうね、ほんと。もう いなくなっちゃったかな。頑張ってね。本当に、マジで生きて、りょうた、マジ生きてね、マジで生きて。あらね、アプリ落ちてたの大丈夫そう？てか お仕事気をつけて行ってね。あと24日楽しみにしてるから、イブ、イブよろしく、イブよろしくね。遅刻しないでね、リサと話すとき。今日は確かありがとう、ありがとう、リタちゃん、ありがとう。挨拶してくれて嬉しかったし、なんかみんな名前書いてくれてて嬉しかった。めっちゃもう分かりやすくね、可愛く。そう、いつものリサだった。え、本当にやばいよね、本当に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 。そう、うん、遅刻やばいよね、焦りんちょ、とんでもなく焦りんちょです。焦りんちょ、焦りんちょ。ちなみに今も焦りんちょ。焦りんちょってさ、なんか焦ってない感あるよね、なんか、なんか、なんか焦ってない感あるけど大丈夫そう？時間ない？余裕そう。早くなった。うん、わかる、格好できます。あ、嬉しい、よろしく。わかるかな、報告あるので。はい、怖い報告やめてね。もうちょっと、なんか穏やかな報告。ありがとう、あやーちゃん、かけたよ。あやーちゃん本当にありがとう、会えて幸せだったよ、いつもありがとう。嬉しかった、本当。お揃いとかもいっぱいしてくれてさ、本当さ、来てくれてありがとう、あやちゃん。間に合ってよかった、マジで会えて嬉しかった、本当に。いつもありがとうね、こんな私を好きで言ってくれてありがとう。ありがとう。受ける、みよちゃん。それもう今焦ってるっぽいよ。ありがとうね、あゆちゃん。スクショ、今日はウインクとハートデーだね。ありがとう、可愛い、大好きだって、嬉しい、ありがとう。リサもだよ。絵文字可愛い、これ。なんか幸せ感ない、なんかこの絵文字。なんかめっちゃ幸せ感ない、なんか。あるよね、なんか、なんだろう、なんか 目なのかな、なんか感じる。私もなんかこのこれも。ねえ、本当にマジでまさか2番目だとは思わなかったよね、あやちゃん。2番目だったよね、今日確か。
本当に良かったよ、会えて嬉しかった。本当もうマジで元気でいてね、絶対元気でいようね、お互いありがとう。明日パジャマ着るよ、パジャマ着ようね。はい、というか知りました。で本当に良かった、マジで良かった、元気になってくれてありがとう。お時間です。はい、わかりました。じゃあランキング、待って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 、一回無限時計開かせて。はい、では行きたいと思います。13位、広島の山ちゃん。12位トカノ。11位お塩。10位木村。9位ズッキー。8位みなちゃん。7位しんいち。6位ゆまゆま。5位ざんまいちゃん。4位かなた。3位あや。2位みお。1位がりょうたでした。りょうたとみおとあや、ありがとうね。タワーさんもありがとう、間に合ってよかった、ありがとうございました。ちょっとすごいなんかコート最後まで着てたんだけど、明日はお話し会よろしくお願いします。あとはなんだっけな、インスタも上げたのでぜひ見てみてください。あとこのヨワンピースちょっとまた着るね、普通にあの配信でもまた定期的に着ていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ぜひコメントもしてね、見るね、全部ポストもなんでのコメントも全部見ます。はい、ということで、じゃあちょっとまた着るね、本当にありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、また明日ね。